日ってわけではないかもしれんけど、その体調がね、うん、めっちゃなんか熱とか風邪とかは全然なってないかな。3連休もーちゃんやって嬉しかった、ありがとう、ありがとう、キッパーティンしてきた、おー嬉しい、ありがとう。ハートだったの、どうやろう。でもなんかクラコンして次の日愛媛行って、次の日花だれ公演して、次の日愛媛行って今日練習って感じかな。そう、ちょっと明日も頑張ります。こんばんは、こんばんは。行ったり来たり、そうやね、多分移動が大変っていうのはあったかな。こんばんは、こんばんは。でも今日なんとかちゃんと朝起きれました明日も頑張って起きなきゃ。あ、チリパのやつ送ってくれたの、ありがとう。クラコン、そう、クラコンで心をね、うわっってなるじゃんもはや今日はめっちゃ早起きじゃなかったけど、明日は早起きかな。すごいではないけど普通に早起き、今日は早めに。そうね、クラコンって心折れるわね。そうだね、クラコンはなんかたまに何やってるんだろうってなるなんかなんだっけ、この間やったやつは言えないけど、例えばなんか昔やったのだったりしたら、何やったかな、わかんないけど、なんか何やってたっけ冷静だろえ、そう、でもそう思う。あ、そう、収録とオンエア、そう、収録中もうわーってなるし、なんて言おうみたいな、なんて言おう、次どうしようみたいな、こう心の焦りもあるし、オンエアを見たらもうなんか何やってるんだ、なんか他のメンバーの見るのはすごく面白いのに、自分の見る時だけは本当に真顔になる、なんかそう、もうなんかって感情になるの。収録はでも結構朝から夕方ぐらいも、夕方もやってないかな、夕方3時とか4時とか5時とか。え、自分の出てる放送あんま 見たくないから、なんかうん、軽くこうこんな感じで見る、こんな感じで見て。中島さんの評価どうやろうか自分のやつだけこうやって見て、他のメンバーのやつは普通に面白いなって思いながら見てるけど、本当に自分のだけは絶対面白くない、なんかすごい面白いやんってな。私面白いやんか。自分のはな、なんとも思えん。なんか自分の声聞きたくなかったりするじゃん。それと一緒。自分でちゃんと見るの偉い。見ないやつもあるよ。あんま好きじゃないからね、自分が出てる番組とか。その踊ってるとかやったら見るけど、
トークは見ない。トークの内容によるけど。クラコンは薄めで見る。てかどこが映ってるのかなって気になるんよ。あの何個かやっとるんよね実際。だからどれがオンエアされてるんやろって気になって、こうやって自分の声は、そうだよね、自分の声は前は嫌だったけど最近はだいぶマシになって、自分の声をちゃんと聞けるぐらいにはなったんですけど、なんて言ったら、たまに本気で笑う私の笑いが低くて、低い声で不気味で、それは嫌い。なんかちゃんと喋ろうって思った時のラジオの声とかはあのいいのに、なんかねふと喋った時のなんか不気味な笑い声はあんま好きじゃない自分。そう、配信でも出てる、え、わかんない、どうやろう、どうなんだろう、なんかでもね、前はこうラジオとかそういう例えばあの鍵穴とかそういうところで喋ってる声も聞きたくなかったんや、そう引き笑い気味になる、そう聞きたくなかったんやけど、最近はそれは聞けるようになったんよ。でなんか滑舌が前よりマシになったのは本当に岩兄さんに、最近本当半年ぐらい行ってないんですけどにちょっと行かせてもらったりしたおかげだと思う本当に。あとそうなんですよ、岩兄さん全然なんかなくなっちゃって、行ってあのなくなったっていうか、その行ってないんですよ、行ってないっていうかももが行ってないわけじゃないよ、スケジュールに入ってなくて、そうそのももかは行きたいって思ってたんですけどスケジュールに入ってないだけで、そうでも卒業はしてない岩に。それで、でもなんかね音声さんとかにも声のなんか聞きやすくなったねって言ってもらえてるので、前よりはね聞けるようになったんだけど、ふとした引き笑いみたいなね、姉妹そっくりですね。こんばんこんばんは、ニメ声の文字やだ、コンサートの煽りもいいこと、ありがとうございます、声はねなんか前よりでかくなってる気がします、かゆい、あの蚊の薬塗っていい、足に毎日見れるのです、ありがとう見てくれて、まだ赤い、かゆい、お姉ちゃん言うてかな、確かにお姉ちゃん確かに私より言うけど、私全然、え、なんかそう昨日まで赤かったんですけど今日なんか色悪い、なんか治りかけみたいな色して、治ってはないけど腫れは引いてきた、よかった、昨日めっちゃね腫れてたんよ、なんかすごく一番腫れてて、なんか今日紫みたいな色になってる、昨日赤かったのめっちゃ、今日はなんか痒いけど腫れは前よりはマシかも、
塗ってるとこ嫌だよ。嫌だよ。でも結構薬塗ったから腫れが引いたんかも。多分昨日の夜買って帰ったんですよ。でそう、虫刺されのお薬買ってあ、夏よりこの時期に買って多いんかね。無比なんこれ、なんかあ、無比や、無比アルファ髪色赤くなんでやろう、たまたまかな。これめっちゃね、かゆみ収まるんよ。めっちゃかゆいなって思うじゃん、かゆいって思ったらこれ塗った瞬間にあ、ちょっとマシになったってなるんですよ。めっちゃいいよね。あ、お前は無比な匂いする。無比シュレー、ラキ君に噛まれた後どうやろ、見てないの私。ラキ君どっち、え、スースーする。だそのスースーがね、かゆみをね抑えてくれるんですよ。そう、めっちゃいいと思って。これモンカさんとこカメムシ全然、あ、なんかラキちゃんに噛まれたやつはちょっとだけ傷あるけど、あともうちょっとで治りそう。暑かったから蚊の活動が今にずれたの。えー、でもね、もうバスの中にいなかったら全然蚊と出くわしてないんだけどな。会社にカメムシいた？私んちは一匹もいなか、一匹はいたかもしれんけどそんな全然いないよね。広島のさ、あのさ、広島のカメムシはどこにいるんだろう。どこ噛まれたの？あのね、足首、右の足首、前、横、後ろを全部噛まれた。かゆい。フルで、そう、明日も朝、明日ね朝早くて、ね、今日結構そう練習をちょっとしないといけない。そう、猫に噛まれた後はそんなに深い傷じゃないからもうちょっとで治るはず。もうあとみたいな感じ。明日前、明日早いんよ。こんばんは、こんばんは。何時起きかは分かんないけど5時とかじゃないよ全然。普通にみんなが会社に行く時間と同じぐらいじゃないかな、明日は多分。ありがとう。じゃあ30分くらいやるね。あと15分くらい。もちゃんってかわいいよね。ありがとう。ツアーの大阪、友達の家エントランスにカメムシ。大阪もいっぱいカメムシ。友達の家泊まれたらいいね。いつも8時に寝てます。いいね。私何時ぐらいに出るんだろう明日。でも本当どうだろう、本当それぐらいじゃないかな。今日はすぐね、今日はダンスの練習しないと。でもすごくはしないかな。ちょっと明日もうバターンってなっちゃうからすごくはしないけど、でもちょっと見とく。ダンス立ち位置とか確認しとこうかなって。チェキの
サイン会会社の行事でやってるみたい。あら、メッセージ言うからね。東京湾の海の上もカメムシさん、海の上にカメムシさん、カメムシさんってもうどこにでもいるんかね。もうちゃんの朝のおはよう、朝のおはようはね、そう一回起きてポンって押して寝てんの。またなんかさ、私さ、あ、そう、お話し会の再販ちゃん忘れ、書くの忘れてた。毎日二度寝はしてないけど、なんか私の中で8時に起きるとしたら、一回6時ぐらいにアラームかけて一回起きて、あと2時間寝れるやんって思える心が欲しいから、結構早めに一回一瞬だけ起きるよね。そしてまた寝る。今日は最大、どれぐらい寝れるかな今日。自分のお風呂がどれぐらい早いかとか、ダンスがどれぐらいするかにもよるけど、二度寝いいよね。なんかそう、あと2時間も寝れる、やったーって思いたいんよ一回。だからね、そう、8時まで寝るのに一旦6時に目覚めてもったいなくない？いや、それがその目覚める時間1分とか2分とか、まあ5分ぐらいなんよ長くても。そう、寝る前にツイートはなんとなく考え、もうちゃんと載せるやつとか写真とかは全部決めて、心の中で、そう、小さな幸せ、そう、なんか一瞬起きてもまたすぐ寝れる人なんよね。10分でも寝ちゃうけど、なんかもう一回さ、寝たらさ、一回寝て8時に起きなきゃいけなくて、もうあと5分くらい寝ちゃう、予定より10分くらい寝ちゃう。わかる？寝ちゃうよね。でいつもあわあわなって、やばい遅れる遅れるって言いながら仕事に向かう人、みんなそうかもしれんけど、私めっちゃ朝弱いんよね。でも朝弱くない人は本当に弱くないから、すごいなっていつも思う。なんか睡眠時間一緒でも、なんかね、弱くない人は本当にパッと起きるんよね。すごくない？毎日3分です。ねえ。二度寝すると夢。なんかさ、お昼ぐらいまで寝ると夢見ん？多分、なんかお昼のちょっと眠りが浅くなってきた頃に。すぐ寝れるときと、一回起きたらそのまま寝るときありさ。あ、そっか。この私結構ね、たまにあるけどね、基本すぐ寝ちゃうよね、一回起きても。10時間寝たけど変な夢見たね。長くさ時間を寝るとさ夢見やすい。ST で朝が強い人、わかんないけど、いつも私よりやんちゃんの方が先起きてるよ。起きたらすぐ行動してね。私午前中は絶対に家でゴロゴロするのが本当に大好きなの。本当に前も起こしてもそうだよ、起こしてって言ってるから。
夜型ない。そうなんよね。でもいつもシャキッと起きとるんよね。ももは朝の10時ぐらいに起きて2時間ぐらいまたゴロ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 ベッドの上でしてやっと起き上がるぐらいが好きなので本当にね、その休みの日とかそんな感じ朝早くから出かけてることってほとんどなくて、お友達とかと約束しとってやっと外に出る人なので、朝ね、朝っていうか昼ぐらいにも家でママセが来る。でも結構ね寝かしてくれるんよ母は。私が寝たかったら寝かしてくれんの、休みの日はね。まあ疲れてるからっていうのもあると思うけど、その2時間ないっすね。もう本当にボーってしながら何も考えずに、何にも考えずにあの携帯をボーって眺める人当日のお誘いは全然大丈夫だし、私フッカルなんですけど、あのフッカルなんだけど、逆にお昼ぐらい本当にもう朝夜昼か昼の1時とか2時まで寝ることがあるので、たまに休みの日だから当日誘ってもらっても寝とったら申し訳ないって感じ。そんな当日誘われることってもう小学生とかぐらいからないけど、そんな前日とかやったら全然、前日の夜とかに結構あのね、前日の夜とかね、そう言ってもらったら全然いいよって。14時まで寝る、そうだよ14時まで寝る、その生活保証してくれるの、うん、お腹空いて目覚めない。私ね、ご飯好きだけどやっぱ睡眠をとっちゃう人なんだよね。2時とかで寝てたらなんか無駄、一日無駄にしちゃった、うん無駄にしちゃったって思う。もーちゃん遊ぼうっていきなり言えんって、いる。小学校の時本当にさ何の連絡もないのに急にピンポーンって来るからさそう、でも私はめちゃめちゃ遊びに行ってた。それだ、野球しようぜ。野球したことない。ピンポン今やられたら確かにびっくりする。今急に遊ぼうって言われたらびっくりする。近所に知り合いいないけど前ね住んでた時高知に、ねむこちゃん家歩いて徒歩2分とかだったんですよ。私めっちゃすごくない？そう、でもう一人親友ちゃんがいて、その子も徒歩2分でもう一人の親友ちゃんはもうちょっと遠かったんですけど引っ越してきて近くなって、その子もめっちゃ近くなった、近くなったって言ってもその子が引っ越してきたのは私が広島に来た後だったのであれなんですけど、私めっちゃ近かったんです本当は。いつでも遊べる、そうやで。だから多分それぐらい近かったら当日の夕方とかに行っていいみたいな感じで行けたと思うけど、お家そうめっちゃ近いよねと思って、
そう、今は広島だからめっちゃ遠いけど、道路からおちゃん、そう、道路からピンポン鳴らして、パジャマのまま家に行けちゃう。確かにスープは冷めないけど、そうだよ、もう近すぎて毎朝、そのねむこちゃんじゃないこのお家に毎朝8時にね、その子の家間の前集合だったんですけど、私がよく朝苦手すぎて遅れていくから、遅れるっていうか8時に間に合わなくて、そこに8時だったかな、8時前だったかな、8時前ぐらいか、だからその私、その2人に向かってねむこちゃんともう一人の子に向かって、私が来なかったら先行っててねっていつも言ってたんだけど、だからで私が遅れて行って2人が先行ってたら、その子たちに追いつけるようにめっちゃ自転車でボンボンボンって言って追いつきに行ってたあ、ちゃんと信号とかのちゃんと確認しながら行ってますよ。追いつくんだ、いや追いつけない時もある。集合場所もうちゃんする、いやもうはめっちゃ待たせちゃうからダメなんよ。そう、もう本当にね、準備なんか朝弱すぎてパフパフパフ流してないよ。遅れるの前提、そう遅れるの前提で私が来なかったら言っとってねって。青春じゃん、ほんと。でも毎朝そんなすごい、結構15分くらいかかるとこだったから、学校が結構朝からね自転車漕ぐのは私にとったらすごいしんどくて、あのめっちゃ朝弱いじゃん、だからもう本当に体調が悪いんよ朝自転車漕いだら。もういつも顔色悪くしながら漕いでいて、でお昼ぐらいになって元気になっていくみたいな子だったから、本当にね朝を自転車でブンブン行くのは嫌だったね。なんか朝っていうか公園があるじゃないですか、で朝あの昼公園があったら朝結構リハーサルがあるんだけど、リハーサルを朝踊ったらもう体調が悪くなるんよいつも、もうあーってなるんですけど、メイクしてたら治ってく、お昼になってきたら元気になるんよ。そう、朝ごはん食べてるよ、朝弱いんよ、ほん低血圧なんやすごい、だから本当に朝はね、あのね弱すぎてもう本当誰なんかもう、もうこんなもう目がなんて突っ立ってるいつも。午前中、そう午前中苦手なの。想像してる UI のレベルが、そうなんだよね低血圧ね、治んないんだよね前から。いや全然ね、踊れるは踊れるんよ、ただちょっとイヤーってなるだけ。冷え性、うん冷え性なの、足と手が冷え性、足の方が冷え性、手より。マジでやってもしろと朝あったら多分もう周り見てない、もうそうね、朝番組出たらもうって出てる多分。あのココアさんめちゃめちゃもも尊敬してる本当に。
朝公園もう目開いてない。朝公園お昼は全然大丈夫だけど朝はもう、でもここはさ本当にすごい、朝から頑張って、うん、でもラジオ体操行ってたもん頑張って、朝4時起き、できるよやろうと思う、だってたまにあるもん4時起き、頑張ってるよちゃんと、頑張って体動かして足湯とかね、そういうのねしたらいいね。もうちょっとでじゃあ読もうかな。幕張は幕張が電気だよ大丈夫。毎日4時起きだったらもうももはもう目が開いてないと思う。もう10時開演、10時開演、でも頑張れる。10時は8時とかだとちょっと目が、そうめっちゃ朝苦手。オールナイト公演、夜はそんな弱くない。でも最近ね結構ねもう布団に入ってもう3分ぐらいで寝てる最近だから、あ朝4時から情報番組、朝4時もうそれはもうオールで出てしまいそうや。めっちゃ寝つきよくな、そうなの、めっちゃ寝つきよくなったの。今日もきっと寝れる多分。2時起きだったらもう私は多分あれだな、オールで行ってるだろうな。すごいよ。いるよ、逆転生活。確かに早寝だけど、うん早寝。その後昼夜公演あってさ、いやもうそれができる人はもう天才だよ天才だよ、尊敬。目覚ましの音は何？目覚ましの音はなんか色々日によって違うけど、そうでも体力すごいよね。でもね、でももうめっちゃ体力がないってわけではない気がする。こんばんは、こんばんは。寝起きドッキリだっけ。飛びたいっていうか、なりたいとは思わないけど
やりたくはないけど。でも多分切れてる気はするけど、わかんない、どうだろうね。パン屋さんはね、そうできない。今日の服オフ。この時期に寒暖か。こういうのはね、うん、大丈夫。一番好きなポケモンはエモンガ。こたつでしたよ。うわ、私でしたよ。農家をデートに誘うなら午後から。そうですね、午後からよろしくお願いします。朝だと来ません。アレルギー大丈夫か。うん、多分大丈夫だと思われる。え、来て。いや、朝からやだよ。お昼にしようや。昼にしよう。15時行くんです。私お友達とさ、遊ぼうってなった時に結構1時とか2時ぐらいだと喜ぶ。集合が幕張のことで、え、来るよ、大丈夫、来る来る。ちゃんと今まで来んかったことないじゃん。ちゃんと朝もみんなとに会いに行ってるよ。夕方から集まって夜くらいまで一緒にいるみたい。え、私もなんかそんな外いっぱい行きたいみたいな人ではないか。幕張チームちゃんといるから、みんな行きます。行きます、皆さん。んちゃんブースって、あ、もものとこで寝てるかも。もう横になって寝てるかもしれない。ツーショットが1時間目だったら目開いてないよね、多分。ちゃんといますので、皆さん。9時から起きてるじゃん、ちゃんと。みんなと会うときは私起きてるから。ではそろそろ読みましょうかね。1はこっちが起動失敗して。いや、もうそうだよね、みんなは移動とかも含めてあるもんね。感謝してるよ、いつも前に来てくれて。コーチのイベントも5時に頑張るよ、もう。そうだ、みんなも遅刻しちゃうかも。はーい、はいはい、読みます。13位のひてくん、ありがとう。10人のもぴゃののっぴーさん、ありがとう。チキ会コーチめっちゃ楽しい、もかも楽しみにしてるね、ありがとう。来てくれて嬉しい。11位のたくあんさん、ありがとう。10位のたらいもさん、ありがとう。9位のたかさん、ありがとう。8位のゆうさん、ありがとう。7位のこうすけさん、ありがとう。6位のぜたんさん、ありがとう。明日も早起きファイト、おお。ありがとう。
恋のコーチさんありがとう。ヨイのフレミングの左手の法則さんありがとう。あ、今日も配信ありがとう。かわいいありがとう。見てくれて。サイの福ちゃんありがとう。早く21日になって会えますように。会えますように。で、会えてないもんね。お話し会なくて。待ってる。ニノターさんありがとう。お見送りで見せてくれたかもしれない。え、見せんもん。うちのドラゴンさんありがとう。まゆさん、ももちゃんの朝ツイートにキュンと癒しをもらってありがとう。ありがとうございました。今日はダンス練習頑張って寝ます。おやすみ、バイバイ。おやもも。今日おもちゃ見えて嬉しかった。ありがとう。またね。おやすみ。